こんにちは、こんにちは、こんにちは、皆さんこんにちは。じゃあ今日もね、早速皆さん来ていただいてありがとうございます。こんにちは。では皆さんのコメント読んでいきますね。ベリマヨさん、にじゅちゃんこんばんは。で、こんばんは、お越しいただきありがとうございます。またまたね、お越しいただきありがとうございます。そしてケンタさん、にじゅちゃんってありがとうございます。またお越しいただきありがとうございます。そしてカズニアさん、にじゅちゃんってありがとうございます。にじゅちゃんです、お願いします。そしてコトハさん、こんにちはって、こんにちは、お越しいただきありがとうございます。アシュさん、こんにちはって、こんにちは、お越しいただきありがとうございます。またまた来ていただいてありがとうございます。そしてケンタさん、かわいいよってありがとうございます。今日はちょっと学校なのでなんちゃって制服着ました。さっきまで学校行ってましたよ。そしてカズニャンさん、今日もかわいいってありがとうございます。今日もかわいい、ありがとうございます、嬉しいです。そして小次郎さん、こんにちはって、こんにちは、お越しいただきありがとうございます、嬉しいです。そして健太さん、仕事終わりましたって、あ、仕事終わったんですね、お疲れ様です。私は学校終わって今から配信ですね。では皆様、早速自己紹介をしていきたいと思います。約137名の皆様、こんにちは、お越しいただきありがとうございます。 NMB48 第8期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー20番のにじゅちゃんです。皆さん覚えておいてください。そして中学2年生の14歳です、お願いします。そしてそしてかぼちゃなかずさん、こんにちはって、こんにちは、お越しいただきありがとうございます。気まぐれなやみなこさん、こんにちはって、こんにちは、お越しいただきありがとうございます。けんださん、制服やないかい。そうです、制服です。なんちゃって制服ですよ、かわいいですよねこれ。そして今日はツインテールで行きました、学校に。そしてゆうたさん、ギフトですね、ギフト、ピンクのハートありがとうございます。ピンクのハートありがとうございます、嬉しいです。ピンクのハートね、めちゃくちゃたくさんありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。ピンクのハート本当にいっぱいありがとうございます。初見さん、リシャドさん、リシャドさんですかね、こんにちは、初見さんですね、お越しいただきありがとうございます。皆さんぜひ私のことを応援してください。そしてアスさん、にじゅちゃんってありがとうございます。にじゅちゃんです、応援お願いします。マナダスさん、初見さん、にじゅちゃんって、にじゅちゃんです。今ね、NMBのイベントに参加しているので、皆さん応援してください、お願いします。そしてのりっちさん、こんばんは、初見です、初見さんですね、ありがとうございます。初見さん嬉しいです、ありがとうございます。ジョイクロさん、こんにちはって、こんにちは、お越しいただきありがとうございます。皆さんね、初見さんもいっぱい来てくださってありがとうございます。本日の枠30分間の配信になりますので、皆さんよろしくお願いします。そしてかぼちゃなかずさん、制服かな、めちゃめちゃ可愛いってありがとうございます。制服でツインテールにしました、これなんちゃってです。皆さんありがとうございます。そしてやすしさん、やすしさん、ウィンクして、ウィンクです、お越しいただきありがとうございます。そしてみずやんさん、にじゅちゃんで、にじゅちゃんです、ありがとうございます。皆さんもね、応援お願いします。そして上のハートが白の下はピンクに変えていただけると嬉しいです、お願いします。アッシュさん、学校お疲れ様でした、ありがとうございます。学校ね、今日は7時間授業でした、頑張りました。そしてゆうすけさん、にじゅハートありがとうございます。にじゅハートありがとうございます、嬉しいです。そしてベリマヨさん、制服も可愛いね、ありがとうございます。制服ね、これピンクのセーターに赤いリボンです、可愛いです、ありがとうございます。てつやさん、にじゅちゃんって、にじゅちゃんです、応援お願いします。そしてみずやさん、プチに、プチにじゅちゃん完了って、ありがとうございます。プチにじゅちゃん、ありがとうございます。プチ、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。そして気ま
ぐらい悩み猫さん星少し投げたよってありがとうございます。星ありがとうございます、嬉しいです。そして朝お洋服かわいいです、ありがとうございます。これ制服なんちゃって制服です、リボンかわいいですね。そして山子さん初見さんこんにちはって、こんにちは、お越しいただきありがとうございます、嬉しいです。そしてミルさん全なしほぼ一緒でありがとうございます、ほぼのプチ半プチですね、半プチありがとうございます、半プチありがとうございます、ありがとうございます。そして山子さんはじめまして、はじめましてお越しいただきありがとうございます。じゃあ自己紹介お願いしますということなんで自己紹介していきたいと思います。現在 NMB48 第8期生オーディションに参加しています、エントリーナンバー20番のにじゅうちゃんです。皆さんね、にじゅうちゃんって呼んでください。年齢は14歳の中学2年生です、お願いします。好きな食べ物は和風おろしハンバーグとお醤油ラーメンです、お願いします。そしてまいさんこんにちはって、こんにちは、お越しいただきありがとうございます。うどんさん、うどん県のこちゃんさん、うどん県のこちゃんさんこんにちはって、こんにちは、お越しいただきありがとうございます。でみゆさん、富士山のように日本一のアイドルになれってなります、頑張ります、応援皆さんもお願いします、頑張ります。アッシュさんツインテールめちゃくちゃ似合ってます、ありがとうございます。ツインテールこんなんです、可愛いですね、ありがとうございます。そして山子さん、あ会話ですね。ベンマヤさん、今は中国で7時間そうですね、7時間です、でもねその代わりちょっと短かったりしますね。そして山子さん、なんか君に似た高3の子見たことあるんですか、あそうですか、私に似た子いますか。そしてミルさん、ではでは仕事に戻りますがまたねって、わかりました、仕事頑張ってください、応援してます、私も配信頑張ります、ぜひね暇の時あったらちょっと入ってみてください、お願いします。そしてスジさん、ウインクちょうだい、先ほどしましたよ。でケンタさん、今日も好きってありがとうございます、好きありがとうございます、嬉しいです。気まぐれ猫さん、自己紹介パチパチってありがとうございます。山子さん、初見さん20覚えましたってありがとうございます、20ぜひ覚えてください、お願いします。そしてベリマヤさん、ピンクのハートたくさんありがとうございます、嬉しいです、ギフトありがとうございます、嬉しいです。そしてそしてめちゃくちゃギフトありがとうございます、ケンタさん今日も可愛い、ありがとうございます、嬉しいです。ケンタさん20って20ありがとうございます、ちょうどね一緒なんで皆さん覚えてください。字枠は18時15分なのでこれ終わった後皆さんぜひ来てください、待ってます。ベリマヤさんありがとうございます、ハトさんハトありがとうございます、ピンクのハートありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。ハトさん20派ありがとうございます、20派ありがとうございます、嬉しいです。そしてロシさん、ツインテは正義ありがとうございます、ツインテツインテール、これはストレートツインテールですね、休みの日とかだったら巻きツインテールやりたいと思います、待っててくださいね。そして気まぐれなみねこさん、50カウント自分のプロフィールの推しの推したちルームよりということで、プロフィール皆さん見てくださいってことですね。50カウントありがとうございます、50カウントありがとうございます、50カウントありがとうございます。そして終わりなき旅さん、にじゅうちゃんって、にじゅうちゃんです、お願いします、皆さんにじゅうちゃんです、お願いします。気まぐれなゆみねこさん、ではではまたねということで、またね、ありがとうございました。ゆみねこさんまたねお越しください、ありがとうございます。そしてゴリさん、8期生になるってありがとうございます、8期生頑張ってなりたいと思うので皆さん応援お願いします。ハトさん、ハートありがとうございます、たくさんハートありがとうございます、嬉しいです、めちゃくちゃね可愛いハートなんでとっても嬉しいです、ありがとうございます。ケンタさん、なんちゃって制服か、そうですね、なんちゃって制服です、ありがとうございます。そしてハトさん、あハトさん ありがとうございます。そしてシュンさん、にじゅうちゃんで、にじゅうちゃんです、お願いします、にじゅうちゃんです。ケンタさん一緒だな、確かに、あそうですね、
山内健介さん、星全投げ完了しましたって、ありがとうございます。お星様ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。そしてロイさん51、あ、ありがとうございます。51カウントですかね、カウントありがとうございます、嬉しいです。そして山川さん、もっと高めのツインテールとかあんまりやらないですね、私はこのくらいの高さが可愛いと思います。シャクさん、にじゅちゃんってありがとうございます。にじゅちゃんです、皆さん覚えておいてください、にじゅちゃんです、お願いします。そしてベリマヨさん、今の中学生ってツインテールで学校行く人多いのかな。そうなんですかね、多いんですかね。私の周りでも結構体育とかあったら結ばないとダメなんですけど、ポニテの人とか多いです。ポニテール結構多いですよ。そしてカズナさん、学校楽しい、いいです、めっちゃいいです。そしてジージさん、レインボースター、レインボースターありがとうございます。レインボースターいっぱいありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。そしてそしてまたまた自己紹介をここで挟みたいと思います。565名の方々こんにちは、お越しいただきありがとうございます。現在 NMB48 第8期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー20番のにじゅちゃんです。皆さんにじゅちゃんで覚えていってください。そして年齢が14歳の中学2年生です。お願いします、お願いします。そしてゆうすけさん、これ毛糸の待ち針刺すやつですかね、待ち針のやつですかこれ、それとも毛糸にただ単に刺してるだけかな、針を、待ち針を、ありがとうございます。なんか冬っぽいですね、あの猫ちゃんが遊んでるやつみたいです。ありがとうございます、ギフトありがとうございます、ありがとうございます。そして山高さん、初見さんですね、さっき JK の配信から君のこと応援してとお願いがあったんで来ました、ありがとうございます、応援ありがとうございます。字幕もね16時15分からなので、皆さんぜひお越しください、ありがとうございます。山川さんね、これ配信者、ありがとうございます、お知らせありがとうございます。そして初見さん、ずぐ出せすぐ出せしちゃっこさん、にじゅちゃんってにじゅちゃんです、お願いします、にじゅちゃんです。そしてベリマユさん、星2周プラス50カウント完了ってありがとうございます。星2周と50カウントありがとうございます、嬉しいです、この2つね、ありがとうございます、嬉しいです。そして皆さん、ね、本当たくさんのありがとうございます。現在629名の方来ていただいているんですけれども、今 NMB のイベントに参加しています。そして字幕は16時15分からなんですけど、その次が19時半から19時59分です。皆さんぜひ見に来てください、お願いします。そして応援もよろしくお願いします。すごいね、待ってます。小次郎さん、ハートのギフトいっぱいありがとうございます。とても飛んでくれてて嬉しいです、ありがとうございます。ハートたくさんありがとうございます。ゆうすけさん、ずく長野の方言でやる気ってこと、あ、やる気っていう意味なんですか、ズクって、ズクって知らなかったです。長野の方言なんですか、長野住みですか、ゆうすけさん長野の方なのかな、地元の方言って長野、私ね行ったことないですね。大阪の方言とかってなんでやねんとかやねんとかそういう系ですよね多分。小次郎さん、そしてハートいっぱいありがとうございます。そしてデリアズさん、初見さんですね、はい、はい、ハロー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 。そして小次郎さん、たくさんありがとうございます。初見さんね、いっぱい、あ、なるほどね、ゆうすけさん、わかりましたわかりました、なるほどなるほどね、わかりました、わかりましたわかりました、ありがとうございます。じゃあやる気出せさんってことですかね、名前が。アシュさん、関西弁喋れますかって、やねん
屋根屋根とかですか、屋根とかたこ焼きとか、たこ焼き食べるでたこ焼き食べるでとかですかね。そんな感じ。関西弁ってね、でもあんまり、結構友達と話す時も私はあんまバリバリの関西弁系の人ではないんですけど、皆さんは関西弁使うタイプですか？私はあんまり関西弁ゴリゴリに出すタイプではないです。でもね、たまに喋ったりしますよ。あ、今回の配信は30分までになります。あ、全部この枠は30分までになるのでお願いします。30分間です。30分30分30分です。そして皆さん、推薦コメントもぜひ書いてください。お願いします。皆さんね、推薦コメントを書いていただいて、すごい応援していただけるとすごい嬉しいです。皆さんお願いします。あ、ランクが5位に上がりましたね。嬉しいです、ありがとうございます。最後には金銀銅のどれかに入ってたいですね。そしてカナダさん、いつも関西弁やでーって。あれ、関西弁なんですかね。関西弁、関西弁ってね、でも可愛い方言ランキングだと結構上位に当たるみたいですよ。なんか福岡とか結構上らしいですね。でも関西、私ね、関西弁も好きなんですけど、福岡弁を、それまた福岡弁をね、すごい使っている人と会ったことがないので、どんな感じかわかんないんですけど、なんか水筒湯とか使うらしいですね。あとなんか京都とかすごいお上品な感じします、なんとなく。そして747名の方々、こんにちは、お越しいただきありがとうございます。現在 NMB48 8期生オーディションに出ています。エントリーナンバー20番の20ちゃんです。お願いします、お願いします。そしてちょっとお茶飲みますね。下にうちの看板が落ちちゃいました。私ね、なんか関西弁をね、友達ね、あんまり喋んないんですよね。なんかわかんないけど、喋る人がね、身近にいないんですよね。ゆうすけさん、関西なら京都弁聞くこともあるんじゃない？そうですね、京都弁、確かに京都行ったりとかしたらありますね。結構なんか京都ってすごい綺麗な感じします。お寺とかすごいいっぱいありますね。小次郎さん、可愛いから食べちゃうって。食べちゃわないでください。食べるのは和風おろしハンバーグとお醤油ラーメンだけですよ。お醤油ラーメンのメンマは、メンマだけ前食べました。なんかメンマだけの単体のやつを食べるの好きです。あと味玉好きですよ、めっちゃ美味しいの味玉。あと絶対お醤油ラーメン、絶対お醤油ラーメンが好き。皆さんもね、お醤油ラーメン食べてみてください。絶対美味しいですよ、お気に入りになっちゃうと思います。カズニャンさん、雰囲気が6期生のピロピロちゃん、カレンタンっぽい。あ、なるほどね、言われたことね。でもね、これまたないですね、初めて言われました。カズニャンさん、初めてです。小次郎さん、可愛いギフトありがとうございます。可愛いギフトありがとうございます、嬉しいです。可愛い、さっきね、可愛いポンって出てて可愛いなって思いました。それも可愛いですよ。つかっぽんさん、にじゅちゃんって、にじゅちゃんです、にじゅちゃんです、お願いします。ゆうすけさん、おとんこつラーメンは、とんこつラーメンは私ね、好きなんですけど、あんまり、あの、本場のとんこつラーメンはあんま食べたことないです。なんかお店に置いてある豚骨ラーメンには紅生姜入れますよ。紅生姜、私紅生姜好きなんですよ。あの、牛丼に紅生姜入れてます。うどん県のこうちゃんさん、
うどんよりラーメン派ですか？あ、これ悩みどころですね。私はおうどんだったらカレーうどんかざるうどんなんですよ。でラーメンだったらお醤油ラーメンなんですけど、でもずっと食べてられるのはおうどんかもしれないですね。あっさりしてるんでいっぱい食べれちゃうね。あ、でもお蕎麦とおうどんだったら断然おうどんかなって思います。結構そんな感じですね私は。でもねラーメンは結構ずっとはあんまり食べないですね。山子さん、二郎系ラーメンはって、あ、二郎系って野菜いっぱい乗ってるやつですよね。上になんかもやしとかいっぱいのあのねラーメンは食べたことないと思います。なんか油っこめなラーメンはそんなにいっぱい食べれないので、私お醤油とかあっさり系を食べます。アッシュさん、塩ラーメンは好きです。塩ラーメンいいですね。だけどあんまりお店でね食べないです。お鍋で作る塩ラーメンあるじゃないですか。インスタントみたいな、インスタントっていうのかな、袋に入った袋のやつ、塩ラーメンは食べたりしますよ。小次郎さん、なんて読むのかな、なんとか壇に飾ります。わかんないね、なんて読むんでしょうか、教えてね。ベリマヨさん、豚骨ラーメンには紅生姜よく入ってるね。そうですね、紅生姜ね。いやでも入ってるとこもあるんですけど、自分で入れるとこがあるんですけど、そこだと結構好きなだけ入れちゃいますとか言ってもあんまり食べないんですけどね。そして、あ、ひな壇に飾ります。あ、ひな壇ね、読み方ありがとうございます。あ、本当だ、これひな祭りのひなですね。わかりました、ありがとうございます。ベリマヨさん、豚骨ラーメン、あ、読みましたねこれ。ゆうすけさん、豚骨にはおがつかない。あんまり私豚骨ラーメンをおつけませんね。コロワンさん、にじゅうちゃんって、にじゅうちゃんです、お越しいただきありがとうございます。にじゅうちゃんです、お願いします。皆さん、星集めで来てる方とかラーメン好きですか？ラーメン皆さんどうですか？王道派ですか？お蕎麦派ですか？お蕎麦だったらとろろ蕎麦ですね。そしてワンクさん、2週ってありがとうございます。2週セミありがとうございます。そしてね、ワンくんさん、ちょっとね言い損ねちゃったんですけど、推薦コメントありがとうございます。お歌上手とか書いていただいて嬉しいです、ありがとうございます。カナダさん、ラーメン大好き。小池さん、昭和ネタ、小池さんっていう人ラーメン好きなんですか？なんかさ、このさ絵文字のラーメンすごいよね。誰も持ってないのに泊まれてるんですよ。すごいと思いません？多分これは見た目からしたら醤油ラーメンです。でも具は一個も入ってないですね。山子さん、ひな壇で、ありがとうございます。さっきそれ見てわかりました、ありがとうございます。そして今ね920名の方々ありがとうございます。ここ見てください。 NMB48 第8期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー20番のにじゅうちゃんです。皆さんお願いします。年齢は14歳の中学2年生です。お願いします。まだふわかさん、まだふわかビートさん、お醤油ラーメン、お醤油ラーメンに見えませんか？これ絵文字お醤油ラーメンっぽくないですか？皆さん何に見えます？皆さん何に見えますか、このラーメン。あ、そしてね、まだふわかビートさん、推薦コメントありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。皆さんも推薦コメントぜひぜひ書いてください。全部チェックしてますよ。そして上のハート、これ白からピンクに変えていってください、お願いします。そしてベリマヨさん、麺類は全部好き、いいですね。前麺、私ね麺類もめっちゃ好きなんですよ。本当に麺類はなんだろうね、トマト系とか、ほうれん草の和風とかめっちゃ好きですね。ほうれん草の和風ベーコンは、なんかほうれん草とベーコンが入ってるんですけど、それ美味しいですね、めっちゃ。そしてかぼちゃなかずさん、お味噌ラーメンも好き。あ、それはなんかトウモロコシ入ってますよね、コーン入ってるイメージがある。あんまりね、お店では頼まないんですけど、同じく家ではお鍋で作るやつならあります。そしてタカッチさん、
こんばんは、今日も最高に可愛いよ、大好きだよって、ありがとうございます、大好きだよ、嬉しいです、ありがとうございます。そしてガズニャンさん、豚骨に見える、あ、確かになんか白っぽいですよね、なんとなく。あんまり今アップで見えてないのでちょっとわかんないんですけど、確かに豚骨醤油、じゃあ多分豚骨醤油かなって思いますね。まだふわかビートさん、おはいらないんじゃないかな、多分。あ、お醤油ラーメンとかですか。お醤油ラーメンね、でも私昔からお醤油ラーメンとか言ってますよ、結構。おをつけます、なんかおをつけたら美籠になるんですね、おとかごとかって美籠らしいですよ。そしてデスマスが丁寧語ですって言ってました。私ね、トマトはトマトのパスタ食べるんですけど、トマトはあのすごいあっさりしてて、あの美味しいです。あとカプレーゼ好きですよ。なケチャップは食べれます。そしてミニトマトのカプレーゼも食べれます。オムライスも好きです。ケチャップとか好きです。ケチャップ味とかトマト味とか結構好きですね。あ、そしてもう少しで30分のちょっとなりそうな感じなので、ちょっとランキングをね、先に読んでおこうかなと思います。皆さん997名の方々ありがとうございました。皆さんお越しいただきありがとうございました。そして今 NMB48 8期生オーディションに出ています。エントリーナンバー20番の中学2年生14歳です。好きな食べ物はワッフルシャンバーグとお醤油ラーメンです。メンマと味玉も入ってると嬉しいです。そしてでは早速ランキングを読んでいきたいと思います。壇上の、ね、上に乗っているのが13位からなので、13位の方から読んでいきたいと思います。では読んでいきます。13位ダウエさん、ありがとうございました。そして12位竹内健介さん、ありがとうございました。そして11位ワンくんさん、ありがとうございました。10位みぞやんさん、ありがとうございました。そして9位アシュさん、ありがとうございました。そして8位ジージさん、ありがとうございました。そして7位トレーラーマンさん、ありがとうございます。そして6位ゴリさん、ありがとうございます。そして5位かぼちゃなかずさん、ありがとうございます。そして4位ベリマヨさん、ありがとうございます。そして3位小次郎さん、ありがとうございます。そして2位さき JK さん、ありがとうございます。そして1位がゆうすけさん、ありがとうございます。皆さん来てくれてありがとうございます、ありがとうございます。うちぴーさん、にじゅーちゃんって、にじゅーちゃんです、来てくれてありがとうございます。くじろさん、病院に行ったら受付番号20番だった、あ、それめっちゃすごいですね、運いいですね。今押してるので押してってください、もっともっと。竹内健介さん、はいって、初見さんですね、ありがとうございます。小次郎さん、かわいい、いっぱいありがとうございます、かわいいギフトありがとうございます。そしてかぼちゃの母さん、ありがとうって、ありがとうです、こちらもありがとうです。そしてともゆきさん、にじゅちゃんって、にじゅちゃんです、お願いします。そしてかずにゃんさんとか、かぼちゃの母さん、パチパチとかお疲れ様とかありがとうございます。でゴリさんもパチパチありがとうございます。ミンミンさん、お疲れ様って、お疲れ様です、ありがとうございます。アスさん、ありがとうって、お疲れ様です、ありがとうございました。それではね、ちょっと早速終わりたいと思います。それでは皆さん終わりたいと思います。時枠が16時15分です。そしてこの後の予定、ここに書いてある通りです。そして本日もお越しいただきありがとうございました。お星様アカウントギフトありがとうございます。そして上のハートを白からピンクに変えてってください。それでは字幕16時15分からの30分間です。それでは一旦終わります。バイバーイ、せーの、5、4、3、2、1、バイバーイ、ありがとうございました、ありがとうございました。推薦コメントもよろしくお願いします。ありがとうございました。
ました。小次郎さんいっぱいありがとうございます。ゆうすけさんお疲れ様ってありがとうございます。ありがとうございます。小次郎さんたくさんありがとうございます。小次郎さんはいつぐらいに終わりますかね。待っときますね。ありがとうございます。止まりましたかね。こんな感じですか。ありがとうございます。止まってますか。これはまだ投げてますね。ありがとうございます。ギフトありがとうございます。ではね、この小次郎さんのハートのポンポンが終わったら終わりたいと思います。ありがとうございます。全然急がなくて大丈夫ですよ。ゆっくり投げてってください。皆さんもね、私のことをゆっくり見てってください。終わった感じですかね。これは大丈夫ですか。皆さんも投げ忘れないですか。大丈夫ですか。じゃあ終わりますね。推薦コメントお願いします。それではバイバイ。お疲れ様でした。ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。